はい、ファン、はい、ピー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 ピさあ、こちらなんですけれども、4つの商品がですね、入ってます。あれ？あ、はい。こちらですね。なんて書いてある？三幸の海苔巻き、わさび風味。これはね、ちょい辛ですね。ちょい辛ですね。ちょい辛。私の友人がですね、なんかね、おせんべいに、もうずいぶん前の話なんですけど、おせんべいに、なんかわさび醤油をつけるとうまいかなんですね、食べさせてもらったことありましたけど、非常に美味しかったですね。なんか本当にそういう食べ方をする発想なんてなかったのでね、へえなんて思った記憶がありましたけど、ちょっとね、じゃあ、いただいてみたいと思います。海苔がついてるやつでしょうかね。じゃあ、いただきます。ありがとうございます。あ、こちらですね。はい、先日ですね、偶然お会いした視聴者の方にいただきました。ありがとうございます。いただきます。うん、あ、辛い。でもこの、ちょっと辛いのがいいですねってコメント言おうかなと思ったけど、相当辛かったですね。なるほど。ちょっと頑張ってみますよ。あ、これは、あ、これは大丈夫。うん、ん？だよね。この海苔のやつだけか。なるほど。ピーナッツはね、そんな辛いわけないから。海苔のやつだけですね。まあ、ちょいか。まあ、いいじゃないですか。辛いの食べて、普通の食べて、辛いの食べてね。ありがとうございます。はい。まあ、前回ですね、偶然お会いした方のですね、会う確率が非常に低いんだよと。4万1000、分の1なんだって話をね、させてもらいましたけれども、はい。お手紙もね、入ってございましたね。ちょっと読まさせていただきます。吉田のりまささん、このものの紹介できたらしてください。楽しみにしてます。ということですね。ありがとうございます。させていただきました。はい。ですね。初めですね、その、女の子ですね、出会った時ですね、ちょっとね、バタバタしてたんですね、こちらはね。で、それも、その女の子も分かっていて、確認をしてくれたんですね、吉田のりまささんですね、ということで確認をしていただきました。で、その時のですね、なんだろうな、まあ、短い間でしたけども、1分ぐらいですかね、の間の会話からしてもですね、すごくですね、本当に気を使える子なんだなっていうのを感じましたね。はい。こちらがですね、やっぱり忙しいっていうことも分かっていながら、まあ、でもね、確認はね、しなきゃ分かんないんでね、あれなんですけれども、その短い間でも、すごくね、なんて言うんでしょうかね。まあ、前回会った辻堂の方もね、もちろんそうだったんですけども、やっぱりなんか、相手がどういう状況なのかなってことをね、やっぱり分かった上でですね、例えば、僕も、まあ、僕はそういう経験、逆に言えばないんですけども、例えば、メグインさんとかと間違った時に、まあ、わかんないですけど、本当にね、写真撮ってくださいとかね、言うかもしれないし、サインしてくださいって言うかもしれない。ちょっとわかんないですけど、まあ、相手のことをね、どこまで考えられるのかなっていうことを考えれば、すごくね、その女の子もですね、本当に気を使える子なんだなと思いました。弟さんが中学生って考えると、ご本人はいくつでしょうかね。ちょっとわかんないんですけど、ね、高校生なのか、大学生なのか、ちょっとわかんないんですけども、それぐらいの年代のですね、女の子でですね、本当にあそこまで気を使えるっていうのはすごいなっていうふうにね、思いました。で、その後ですね、後日、お母さんともね、一緒にお会いさせていただいたんですけれども、やっぱりね、お母さんもですね、非常になんてでしょうかね、ガチャガチャしてないっていうのかな、わーって感じ、
さっき言ったように自分がね、例えばメグインさんと会ったらしたら、わーってなっちゃうかもしれないんですけども、本当にね、なんて言うんだろうな、ちゃんと空気を読んでというか、まあ、私のような弱輩者が失礼なんですけども、会話もですね、できるだけ途切れないようにとかですね、で、質問もしすぎないようにとかね、質問攻めだと本当に刑事の尋問じゃないですけどもね、あれですけど、そういうこともなくね、こちらの話も聞いていただいてね、すごくね、あ、素敵な親子だな、なんて思いましたね。はい。なんかね、その素晴らしさをね、感じましたね。はい。こういう経験がね、なかなかできないと思うんですけどもね。まあ、これからですね、登録者の方、増えていったり、あと、まあ、ブログとかですね、Facebook、メルマガもね、やり始めておりますんで、逆にそっちからね、登録してくれる方もいます。Facebook 見ましたよ、と。あ、Facebook 見ましたよ、とか、Facebook の中で、チャンネル登録ね、Facebook の方にも動画上げてますんで、YouTube の方もチャンネル登録してみますっていう方もいらっしゃいましたし、ですのでね、そういった、あれでどん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 広がっていくかなっていうふうに思うんですね。その広がっていった中で、登録者の方もね、どんどん増えていったりする中で、また、街でですね、いろんな方と会う機会が増えるかもわかんないですね。まあ、実際ですね、どこだったかな、ブログの方だったですかね。ごめんなさいね。いろんなこと今同時にやってるんで、ちょっと記憶があれなんですけど、多分ブログの方だと思うんですけどもね、街で見ましたみたいな人がいましたんでね、はい、お声をね、かけていただければね、と思うんですけどもね、まあ、できる限りですね、ちょっとね、対応できたらなというふうに思います。はい。ということでございます。はい。で、このね、動画、もちろんというとね、あれですけども、先日お会いした方、もう、見ていらっしゃると思うんですけどね、この次の動画はね、最後に、次の動画の中で最後にですね、ちょっとお願いがありますので、ぜひね、楽しみにですね、お願いなのに楽しみって、これがね、キーワードでございますけれどもね、はい、見てみてください。ということで、今回はですね、じゃあ以上でございます。はい、ということで、ご紹介させていただきましたのはですね、三光さんってですかね、三つの、幸、幸せと書きますね、の、海苔巻きわさび風味でございました。ありがとうございました。